しのすけ、すっげえ切れたツッコミだ。勝てる、このバトル勝てる。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。もやもやしていた霧みたいなもんが全部吹っ飛んだぜ。凌介、峠には峠のテクニックがあるとお前は言った。最短距離を大胆にカットするライン取り、ヒール&トゥー、そしてゼロカウンターの四輪ドリフト。確かにお前は速い、だがそれのどこが峠のテクニックなんだ。お前のやっていることはレーシングテクニックそのものじゃねえか。速さにこだわれば結局行き着くところはモータースポーツのテクニックしかないんだ。俺の信念が揺らぐことはない。XCが頭だ。見せてやるぜ凌介、この1年間の走り込みの成果をな。ここからだ、ミスファイアリングシステムと四駆の進化は。抜かれた、高橋凌介の FC が抜かれた。もやもやしていた峠コンプレックスが吹っ切れた。カリスマなんて俺は認めない。そんな迷信めいたイリュージョンは白日のもとに引っ張り出してしまえば、その正体は俺が考えていた通りテクニックの積み重ねでしかない。それさえ吹っ切ればもう凌介は怖くない。なぜならこの分野では俺の方が絶対上だからだ。いい車に仕上げたな、京一。4WD とは思えないほどよく曲がる足に、どこからでも加速するピックアップの良さ。くるっと回って、ドカッと立ち上がる。加速競争じゃ、手も足も出ない。恐ろしいほどの戦闘力だ。間近で見せつけられると、改めて舌を巻くぜ。だが、今初めて気がついたわけじゃない。昨日の段階で分かっていたことだからな。ミスファイアリングシステムと 4WD の恩恵は絶対だな。低いギアでのフル加速だと置いていかれる。だが、高速コーナーならば付け入る隙はある。やはりな。ラインを変えて仕掛けてくる気配はない。なぜだ凌介、何もしてこないことがかえって不気味だ。投げたのか。ありえない。お前がそういうやつじゃないことは俺が一番分かっている。必ずどこかで来る。
絶対有利な立場にいるのは分かっているのに、なぜか追い詰められたような気分になる。俺の中に凌介に対するコンプレックスがまだ残っているのか。勝てばそんなもの消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介。タイヤにはまだ余力がある。がっちり食いついている。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るか反るかワンチャンス。チラチラと見え隠れする針の穴のような突破口を突く。来たぞ。やっぱりエボスリーが頭だ。突破口は右だ。京一、お前の欠点は右サイドの恐怖心を克服できていないことだ。はっきり言えば右コーナーが下手くそだってことさ。FC は外から行った。すげえ、エボスリーが貼り付けられて前へ出られない。くそ、これじゃ4個のトラクションもミスファイアリングシステムもパワーを発揮できねえ。FC が頭を押さえたまま立ち上がっていく。引け高橋涼介、引け引け見てくれ。引け涼介、引け引ける。いった、逆転だ。